ライザ、どこに行くつもりだい？お母さん。今日は畑を手伝うって約束しただろう。お父さんが待ってるんだから早く支度をし。まあまあ母さん、そう怒鳴らなくてもライザには聞こえているよ。あなたがそうやって甘やかすから。この子は、私今日は大事な用事があったりなかったりなんだけど。ああ、やることはたくさんあるぞ。まずは水汲みに。まずはってどこから重労働なんだよ。今日一日くらい畑も頑張ってくれるんじゃ。ライザ、畑は生き物なんだよ。お前は一日飲まず食わずで頑張れるのかい？そりゃそうだけど。お前には何より真剣に畑と向き合う心が足りない。向き合って耳を傾けると、ほら、そこの草むしりをして、あの畝が壊れてるよなんて声が。その声に応えて畑仕事をしていると、やがて自分が畑。あなた、ん？どうしたんだいミオ。どうしたじゃないよ。またライザに逃げられて。まったく、どうしていつもあなん。ま、あの年頃の子には畑仕事は退屈かもしれん。ごめんねお父さん、私はまだ当分その境地にたどり着けそうにないのよ。
ここで間違いないな。なんだかドキドキしてきたぜ。なんでレントがドキドキしてんのよ。ライザーだけじゃなく、僕らにも期するものってのがあるんだよ。タオにも？あんまいっか。ごめんください。ん？空いているぞ。勝手に入ってこい。お邪魔します。3人揃ってお出ましか。こっちはちょうど最低限住める程度に片付けたところだ。こういう作業は面倒くさい。そう言うな。野宿は好きじゃないんだ。で、そちらは私たちに用があるといった顔だな。お願いします。どうか。リラさん、あの魔物を倒した時のような実践的な戦い方を俺に叩き込んでくれ。クリント王国の遺跡調査をしてると聞きました。それならこの本を読めるんじゃありませんか。私に錬金術を教えてください。どっから答えるかな。あいにくだが私たちはそこまで暇じゃ。どうしたアンペル。お前さん、この本どこで手に入れた。どこって地下の書庫に。まさか本当にこれ読めるんですか。まあな。リラ、ここは当たりかもしれん。そうか。そこのお前、この近辺の案内ができるなら戦士の心得を教えてやってもいいぞ。本当ですか。やった、やります。何でも頑張ります。あとはそっちの嬢ちゃんだが、錬金術か。こればかりは教えてどうなるわけでもないからな。私も頑張ります。どんなことだって。まあ待て。錬金術は他の技能と同じように、いや他よりも如実に素質の有無が成否に直結する。簡単に言えば、いくら努力をしても素質がなければどうにもならないってことだ。そんなだが逆に言えば、素質さえあれば当たり前にできる。それ教えてくれるんですね。ああ、だが素質があればだぞ。お前さんが見込みありなら私も助かる。ん？まずはそうだな、初歩的なことから教えるか。錬金術というのは無より有を生み出す術だ。なあタオ、どういうことかわかるな。さっぱり。というか、僕は錬金術より早く本の読み方を教えてほしいんだけどな。やはりいきなり理屈だけ説明しても無理か。いっそ調合からやらせよう。どう見てもこいつは体で理解するタイプだ。そうだな。どのみち素質を確かめる必要がある。お前さん、名前は。はい、ライザ・リンシュタウト。ライザです。よし、ライザ、これから私の言う材料を取ってくるんだ。船着き場の近くの森にあったはずだ。船着き場の近く、魔石の森かな。わかりました。取ってくるのは七思想だ。錬金術の基本は採取と調合。わかりました。やってみせます。すぐそばの森での採取だぞ。そんな気張るな。いえ、それでも私の第一歩なので。ああそうだ、そこの小さいの、ちょっと確認したいことがあるんだが、いいか。
でかいの、お前には私からだ。はい、何でしょうか。それじゃ、七子草の採取頼んだぞ。まだ恥ずかしげもなく3人でうろついてるのか。今度はお揃いでどこにお出かけだ。古城の飛竜か渇きの悪魔でも退治に行くのか。魔石の森よ。近所で冒険ごっこでもするのか。対岸でひどい目にあってさすがに懲りたか。だいたい魔石の森、あの船着き場の近くの広場だろう。行ってなさいよ、もう構ってやる暇はないんだから。行こう。ああじゃあな、竜や悪魔はお前らに任せるぜ。なんだあいつら、本格的にいじけちまったんすかね、ボスさん。遊んで見慣れた場所だけど、目的を持って眺めると、ま、採集だっけな。どんなものを取るのかちゃんと覚えてるよな。もしかして私のことバカにしてる。ライザは勢い優先で足元がおろそかってのがよくあるパターンだからな。まあね、大丈夫そうならもういいかな。僕アンペルさんから聞かれたことを調べに家に戻るよ。実は俺もリラさんとの戦闘訓練の準備があんだよな。ここなら危なくないし、ライザだけでもやれるだろ。二人とも張り切っちゃって。まあそれじゃあ頑張ってね。さーて、それじゃあ取りまくるわよ。これくらいやればいいかな、多分。早速アンペルさんのとこに戻ろう。どうだった、初めての採取は。楽しかったです。今まで気づかなかっただけで、そこら中に面白いものがあるんだなって。なるほど、面白いものか。それを感じられるなら、あるいは。いや、もったいぶってもしょうがない。早速ライザの錬金術師としての素質を試してみよう。まずは私のやることを見てみよう。
七子草と水を使ってこの中和剤が出来上がるというわけだ。え、いきなり今見たばかりですよ。この程度なら見よう見まねでできる素質さえあればな。さあ、それじゃあよし、これも、これが私の第一歩なんだ。どうしようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、これでどうだ。さあ、どうだ。やった、できた。なんか上達してきた気がする。どうでしょう、これでいいのかな。こっちも当たり、いや、こっちこそ本当に当たりか。それってつまり素質あり、合格だ。お前さんは錬金術師になれる。いや、もうすでに錬金術師だ。やったー、これからよろしくお願いします、先生。残念だが先生にはなれない。私はお前さんに教えられることがほとんどないんだ。ことですか。私は怪我で腕を悪くしていてな。初歩ならともかく、繊細さを要求される高度な調合は行えないんだ。そんな、せっかくいろいろ教えてもらえると思ったのに。そう落ち込むな。素質のある人間なら経験を積んでいけば、いくらでも調合のレシピをひらめくさ。本当ですか。ああ、とにかく今は数をこなせ。何度も調合して慣れれば、そのうちお前さん自身の錬金術も見出せるだろう。私自身の錬金術。私も先生は無理だが、助言者くらいなら務まる。だから気軽に頼れ、敬語もなしでいい。わかりました。あ、じゃなくて、わかった。改めてこれからよろしく、アンベルさん。そうだ、この本を渡そう。錬金術の基礎の基礎といったものだが、いくつかのレシピが載っている。え、いいの？ありがとう。私にはもういらない本だから気にするな。それより載っているものを片っ端から試して調合になれるんだ。それを一通り調合し終えたら、次はそこいらの本でレシピがひらめくか試してみろ。そこいらの本で調合のレシピを？専門書以外の本も錬金術師の視点で見ることによりレシピをひらめくことがある。何の変哲もないものでも見方を変え、独自な作り方を体得すれば、それはもう錬金術なんだ。この村にも本を売っている店の一つくらいあるだろう。うん、あるよ。ボーデン地区にフレッサさんの雑貨屋が、多分本もちょっとは売ってると思う。ならそこで適当な本を買って目を通してみるといい。わかった、やってみる。まずはもらった本を家で読んでみてからだけど。うん、
錬金術の練習するにしても釜がないとね。釜、釜、何かいいのないかな。これだ。もう使ってないし、これで行こう。よう、来たぜ。わざわざ呼び出して何の用だ。レント君、タオ君、我がアトリエにようこそ。は？アトリエってどういう…あ、何このでかい鍋。アンペルさんに錬金術師として最初にやるべきことをいろいろと教わったんだ。それがこの鍋？こんなのどっから持ってきたのさ。鍋じゃなくて、まあ家にあった鍋だけど、錬金釜。まず何よりもこれがないと始まらないからね。で、そのアトリエってのは何なんだよ。錬金術の研究室よ。これからここでバリバリ調合しまくるの。なるほど。要するに錬金術師っぽいこと始めたと。二人とも反応薄くない？もう少しこう感動とか関心とかないかな。俺たちも俺たちで忙しくなってんの。そういうテンションに付き合う余裕もねえんだよ。そうそう、僕もアンペルさんに本の読み方の処方を教わってるんだ。みんなやることが見つかったんだ。私も負けてられないな。よし、まずはアンペルさんからもらった本に書いてあったものを一通り全部作ってみよう。材料はこれくらいなら家の周りでも取れそうな気がするな。探してみるか。